ですね。鶴の恩返し、花札、折り鶴などついてありますけどね。しかしね、このタンチョウがですね、明治以降ね、この北海道蝦夷地と言われていたんですが、数が激減したわけですね。どうしてかというと、湿原、これ開拓によってね、湿原湿地帯、住処を失ってきたわけです。まあ、本州の方も同様でして、それから乱獲といいまして、殺してね、食料にしてしまったわけですね。この絶滅を期したタンチョウが1952年に釧路湿原に33羽いたんです。その後環境省保全保護、国の特別天然記念物にもなっておりますが、現在野生のタンチョウはね、順調に増えております。1600ぐらいおりまして、釧路湿原に限らず我々人間が住んでるところにもね、出てきておりまして、農業被害、死者事故、電線に引っかかる、それからね、ゴミを間違って飲み込んで窒息するわけですね。そういった野生動物となっておりまして、今日浅間動物園でいろんな動物見ていただくと思うんですが、そういった環境に置かれている現状、いろいろ動物おりましてね、絶滅という言葉が出てくるわけですね。そういったきっかけを作っていただきたいのがこの浅間動物園でして、皆さんは日常に何かしらこういいことをしていただければなと思いますね。それでは、タンチョウの名前の由来ですけど、タンというのは赤いという意味でね、どこが赤いかというと頂上、頭のてっぺんが赤いのでタンチョウ。この頭の赤い部分はね、毛でも羽でもなくてね、皮膚の筋肉でして血液がつけております。通常時はね、この5センチぐらいの赤い部分なんですが、興奮すると頭後ろぐらいまで真っ赤っかになってね、鶏でいうとトサカみたいなものですね。ハゲ頭というわけではないんですけど、そんな感じです。日本では一番大きい鳥で、羽を広げると2メーター40ぐらいになりましてね、世界では15種類の鶴というのがおります。このタンチョウも鶴の仲間でして、日本では7種類見られますかね。そのうちタンチョウ以外は全て渡りの鶴、それから14種類すべて日本では〇〇鶴って名前がついております。白鶴、黒鶴、マナ鶴、袖黒鶴、アメリカ白鶴、ね、カナダ鶴などありますが、タンチョウだけタンチョウ鶴とは日本では言わず、まあ、タンチョウと呼んでおります。それでは1年の生活ですけど、春になると、ね、巣を作って卵を産みましてね、卵はね、こういった大きさの卵でしてね、これ200グラムぐらいなんですが、殻は本物で中身はね、私がこう重さ合わせたんですけど、持たれますか？いいですか、はい。これをですね、2個産んでね、オスとメス交代で温めてね、放卵しながら、くちばしで転がして転卵もします。だいたい1ヶ月ぐらいでヒナが生まれてね、生まれたヒナは薄茶色い毛をしております。生後3月で飛べますね。それからこの親鳥と同じ背丈ぐらいになっちゃうんですね。生後10ヶ月ぐらいで、可愛い我が子とお別れしてね、次の繁殖に向けて、飛び立つのが親鳥です。これが1年の生活で、子供たちは3歳ぐらいまでね、首から上茶色い毛が残っているのが幼鳥です。それから餌についてお話をしますけど、動物園で与えている餌はですね、これ毎日与えているのはチンゲンサイ、それからね、鶴専用のペレットというのがあってね、それからトウモロコシとか麦とか、細かいものが入っております。まあ、鳥の餌ですね。それから毎日与えている魚はですね、こちらなんですが、ワカサギという魚です。それから週3回ホッケとかね、エビの仲間のオキアミとか、生きた土壌など与えております。野生のタンチョウ何でも食べる雑食性でね、ネズミ、カエル、カタツムリ、タニシ、土壌、魚、クローバーの葉っぱ、トウモロコシ、麦、昆虫類ですね。農業被害もね、少なからずともありまして、トウモロコシの種植えると、食べ尽くしちゃったりですね、堆肥場に巣を作って繁殖して、牛や馬が困ってしまうというね、パニック状態ということです。湿原を守って森を、や、まあ、川守ったり、タンチョウの理解が必要なのがこの、必要な、まあ、私たち人間のやることってないかなと思います。それでは浅間動物園のタンチョウ、足にオレンジの足輪がついている方がオスで31歳です。それからこちら手前左側、卵見せてもらっていいですか？メスの、
ございます。23歳です。2003年に釧路の動物園からやってきて、仲がいいのが単調でね、おしどり夫婦ですが、寿命の方も長くてね、鶴は千年と言われておりますけど、25年から35年の寿命があります。4年前はここで子供生まれて繁殖しておりまして、目玉焼き何個分だこれ。今年はね、2個の卵を産んだんですが、全てダメでしてね、卵はね産むと思うんですが、高齢になってきておりますんで、命をつなげるにはなかなか難しいかなと思いますが、来年以降も楽しみにしたいなと思います。最後ですが、タンチョウの鳴き声ですけど、聞いたことはありますか？どういう時に鳴くかというとね、ツルダンスをするのは3月から6月ぐらい、これ繁殖期ですね。愛を深めるために鳴き声出すんですね。オスが1回鳴くとメスが2回鳴いてね、1羽で鳴くような鳴き声、甲高い声を出します。それから縄張りがありましてね、自分の住処に入ろうとすると、敵が来たら、頭赤くしながらね、威嚇して鳴き声を出します。天敵の方はワシやタカ、カラス、キツネ、ミンク、テンなどですね。タンチョウも縄張り持ってますのでね、秋から冬は縄張り解消されておりますが、お互い天敵にもなっております。釧路方面行かれますと、結構ね、この時期は縄張り解消の中、何百羽ってタンチョウがおりますが、近くの川辺ではね、水が凍結しない場所でねぐらに使用したりね、けあらしの中いるわけですね。それから、給餌活動を行っている場所があってね、鶴居村、それから釧路市の阿寒というところ、阿寒湖のマリモって有名なんですけどね、そこから、そこの湖からね、車で40分ぐらいのところが阿寒です。旭川市から車で行こうとしても6時間ぐらいかかる釧路方面。夏はね、ノロッコ号とかカヌーのツアーなどやっておりますけどね、夏はねなかなか見えませんが、冬秋はね、タンチョウの群れがおります。それではこれでガイド終わりますけどね、今からこのタンチョウの縄張りに入りますが、鳴き声が出るか出ないかというところで、この時期はね縄張り薄いのでね鳴かないんですが、昨日は鳴いておりますので、オスとメスの違い、オスが1回鳴くとメスが2回鳴いている様子が、甲高い声がね、出ればいいなと思いますが、何せね、昨日も 4,5 日ぶりに鳴いたのでね、タイミング良ければ鳴くんですがね、鳴けばちょっとラッキーかなと思いますね。それではね、ガイド終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。だそうです。